カフカスの捕虜は、チェーザリキュイの作曲した前三幕のオペラである。この作品は、プーシキンの同盟の詩を元にしており、ビクトール・アレクサンドロビチ・クルイロフにより、台本が執筆された。この、プーシキンの詩に関しては、これに先立ちシャルル・ディドロによるバレエが1825年に、ロシアで上演されている。このオペラは3つの版がある。 1857年から1858年に作られた初版は二幕しかなかったが、楽曲の不石に加え長さが十分でなかったため、上演は見送られた。ただし、ミリー・バラキレフにより編曲された序曲については、コンサートで演奏されている。その後かなり時間を置いてから、ュ位は二幕しかない作品を修正することを決める。 1881年から1882年の間に中間部の第2幕に加えて第3幕にも新たにダンスを付け加えた。この第2版がロシアで初演されたものである。1885年にはベルギーでの上演を念頭に置き、第2幕のフィナーレを拡充し、第3版を完成させた。1883年2月4日、 サンクトペテルブルクのマリーンスキー劇場にて、エドワルド・ナープラブ・ニークの指揮により初演された。この作品は、キュイが作曲した長編オペラの中で、最も広く上演されたオペラとなる。マーシー・アルジェント伯爵夫人ら親しい知人らの熱心なサポートにより、ベルギーのリエージュでの上演が実現したことで、ロシア5人組の作品では初めて西側で、上演されたオペラとなった。 それでもなお、この例外を除いては、9位の死後までこの作品は、平成ロシア国外で上演されることはなく、また、ロシア国内においても長らく上演されることはなかった、ようである。ファティマ役のツベコバ全3幕カフカス、アウル三中、アウルの男が、アラーに祈った後、カゼンベクが、娘のファティマに、花婿が彼女を、結婚相手に選んだことを告げ、ファティマはそれを聞き悲しみに暮れる。 その時住民たちが、花婿がファティマへの結婚祝の贈り物に、と捉えた、ロシア人の捕虜を伴いやってくる。ファティマはその捕虜に登場し、やがて恋に落ちてしまう。夜になると、捕虜のもとへ、ファティマが食べ物を渡しにやってくる。彼らが別れた後に、住民の一人が駆け込んできて、風んべくに、ロシア人の一団が会うる山のすぐ近くまでやってきた、ことを告げる。そして人々は、 肉き敵と団結して戦おうと次々と集まる。保養役のソビノフ、女たちが結婚を控えたファティマを祝福する。彼女らが去った後、ファティマは自分が悲しんでいることを友人のマリアムに打ち明ける。そこへ、カゼンベクとフェクハーディンがやってくる足音が聞こえたので、二人はカーテンの陰に隠れ、彼らの会話を盗みにきする。フェクハーディンはファティマが ロシア人の捕虜に恋していることを告げる夢を見た、という。そして二人の男はそこから立ち去る。その後、花婿のアブベクルがやってきて、自分がファティマを愛していることを告げる。ファティマは彼を歓迎し、そして花婿から結婚祝の品が送られる。捕虜はロシア人を憎むカゼンベクに渡される。人々は彼に死を宣告するが、彼も、 また自分の苦しみを終わらせるためそれを望んでいた。結婚の祝宴の席で、人々は花婿を褒めたたえる。女たち、そして男たちがダンスを踊る。マリアムがチェルケスの歌を歌った後、新婚夫婦を残し皆が出ていく。ファティマは未だ悲しみに暮れていたので、アブベクルがその理由を尋ねる。彼らが去った後、手枷足かせをかけられた捕虜が入ってくる。 そこへ、ファティマが現れ、捕虜に逃げるよう促し彼を自由にする。しかし彼は彼女を愛していないこと、故郷にいる別の女性を愛していることをファティマに話す。彼女は落胆し、捕虜は逃げる。マリアムが現れ、ファティマに村中がロシア人に報復するための準備をしていることを告げる。人々が現れ、ファティマがやったことを聞き飽きれる。皆が彼女を殺そうと決めると、 ファティマは自分を刺し自ら命を絶った。10、これはオペラにおけるファティマ自殺の経緯であるが、原作のプーシキンの死では激死している。ありがとうございます。